深夜帯など、ドラマ枠の拡充や、各種動画配信、ビスの流星により、ドラマは多様なテーマ、描くようになり、そこで輝きを放つ若き俳優、クローズアップされる機会はますます増え、いる。そんな中、2024年にブレイクを果たす俳優、誰か、オーディションエンタメ情報サイト、で、言うわ。 新世代の俳優への期待を込めて2024年ネストブレイクランキングを発表。男性俳優部の1位にはシーズン2放送、劇場版公開で大きな大となったドラマ美しい彼、MBS、TBS で W 主演を務めた原俊久が1位に選ばれた。人気作美しい彼ではルファン属質確かな演技力で ブレイク候補、頭に1位に選ばれたのは、萩原俊久。2023年は、人気度、ま、美しい彼のシーズンに似て、ヤギイサム進む、ファンタスティックスととも、主演し、劇場版、美しい彼から、エターナルも公開。4月期の土曜な、とドラマ、つくよみくんの禁断を夜食、EX で主演、7月くるの月級ドラマ、真夏のシンデレラ、CX、 10月期、たとえ、あなたを忘れても、ABC、EX にもメインキャストで出演。た、美しい彼ではまって、子役上がりだけあ。演技力も確か。その後も神戸が、舞台の陰気、ドラマ、たとえあなたを忘れてもで見てよかったので、引き続き応援したい。兵庫、40代、女性、何年。ずっといろんな作品に出ている中で、2023年は、 特に前が広まったのではないかと思うから、京都20女性と24歳にして経験豊富な俳優で、あるが2023年特に注目を浴びる作品に多く出演したこと、その名前が広く知られることとなったよう、また映画、キングダム運命の炎や映画、ミステ、という流れなどの話題作にも出演、真夏の詩、デレラですごくハマったのですが、 一番に久しく、の演技に興味を持ちました。その後、映画で、ミ、テリーという流れを見たときに、また違う感じで、ラに興味を持ちました。愛知、40代、女性、美しい彼、自信なさげな役から、探偵が早すぎる春の、と、区会市祭り、糸部、ネヌ TV の不思議かつ冷静な役柄まで、字上げているから、目の色まで演技をしていい、みたい、沖縄、10代、 女性、もはや見ないクールワブ、ほどの活躍。ドラマでも、映画でも、ジャンルもん、図世界観に馴染むのが抜群にうまい、神奈川、20、女性というコメントが寄せられているよう、多彩な役柄を演じ切ることができる演技力、高く評価されているようだ。前から、脇役なの、印象に残る演技をする俳優でした。ゴールで、タイムの主要キャストの出演が増えていて、あと期待している俳優です。 埼玉、30代、女性、最近ど、まにいっぱい出てるし、好感度が高い。これか、も、活躍してほしい。岐阜、50代、女性、シリアスもこディもいけるのでこれからが楽しみです。東、40代、女性、彼が作品に出ていると、それだけでも、たいと思います。神奈川、50代、女性と、ファンを増、し続けている萩原。今年も1月クールから、 日本、デビ系連続ドラマ初主演作となる、めぐる羊、いとぶ、ネ、ね、ネ TV が放送中であり、ブレークが確実視されていい。第2位、22歳にして早くも、名バイプレイヤーのショー、ガニアウ演技ハニーに選ばれたのは、細田義夫、昨年は、どうする、家康、NHK 徳川信康役で、大河、ドラ、初主演。連続ドラマ、ドロップ、ワウワウにて主演、シガノ、 広志役を務め、4月公開の映画、ぬいぐるみと、やべる人は優しいでも、主演、8月の舞台、メル、デス・アイス・メルセデス・アイスにて、舞台初主演を果たした。ド、スルイエアスのノブヤス役は、従来のノブヤス像を靴がして、繊細な若きプリンスの成長と悲哀を見てくれた。コメディア、青春のも、みに演じ、出て、今後、 多様な作品での開花を見せてくれ、だろうと思える。東京、40代、男性、王家ははじめ複数。ドラマでいろいろな役柄を演じられ、今後のさらな活躍が期待できるため、千葉、50代、男性、これまで同じような役柄をまだ一度も見てないくらい、な役を演じていて、どれもハマっている、神、川50代、女性と、2021年の、ドラゴン桜。 tbs で見せた完璧な作りのブランドを保ち続けている。昨年も数句の作品で主演していながら、どんな役でもなしてしまう演技力から演技力があり色、な役がいける。脇で良い役をやってくれる一字、埼玉、10代、男性、演技がうまくついつい目が出てしまう。長く活躍する名バイプレイヤー、なりそう、福岡、40代、女性と、 22歳にして早くも、名場、プレイヤーの称号が似合う存在となってい細田。癖のある役を上手にこなしている印象、ロソロブレイクしても良いのでは、東京、50代、女、と、代表作となるハマり役でのブレイクを起、する声も、キリッとしていて、時代劇に愛想、昭和期が、舞台の作品で見てみたい、愛知、40代、女、と、さらに新しいイメージを打ち出し、次世代、 優の中で抜きんでた活躍を見せてほしい。3位、多芸多彩なキャラクターを俳優活動でも恨みなく、発揮3位に選ばれたのは、大西流星、何、男子。ドラマや映画、バラエティ番組で活躍す。他、コスメブランドもプロデュース。ルックのレベルの高さと、マルチな才能で、高い人気、誇ってきた大西。2023年7月期の、クレナイサすライフ。 ネヌ TV では、リジナルコスメで企業を目指すメイク男子で主演している。クレナイサス、ライフではもともと、育男子である、流星君だからこその名、シーンや、メイク男子への批判に対するセリ、がすごく、ハマり役でとても考えさせられま、た。一方映画、私の幸せな結婚では和装に、を包んで、オーラを消して、世界観に溶け込ん、いて驚きました。愛知、十代。 女性、主演かどうかになず、細やかな演技や表情、仕草の演技が1000、で驚かされるので、今年は本人のキャラクターにないような役柄でインパクトを残しておく。い、東京、50代、女性と演技の仕事でも、その多芸さは、ぶりがいかなく発揮されている。昨年の24時間、レビューでも活躍されていて、バラエティ番組も、いキャラクターで面白いですが、 これからど、魔、ま、の活躍も楽しみにしています。神奈川、30代、男、可愛い顔と特徴的な声をしているが、これか、いろいろな役を期待している。福岡、30代、女性、癖の、あ、役は、もう十分なので、今年はごく普通の人を、さからだで演じるのを見てみたいと期待していいす。北海道、50代、女性と、自身の個性や、キャラだけ、なく、 演技力で勝負する姿を見たいという声、ハマり役に当たれば、一気に注目されそう。ヘイ、20代、女性という声があるように、2024年は、俳優業で、C ステージに登る彼を見てみたい。バラエ、いでも光る個性に注目が集まるここからは、プ10にランクインした俳優たちを見ていこう。4位に入ったのは、尾関裕太。W 主演のドラマ、家や、のお隣さんには、秘密がある。 NTV では、理面のある、柄を講演。さらに、舞台、キングダムや、ジャンヌ、ダルクへの出演からもわかるように演技力、半端ない。ドラマでの演技にも幅が広いし、バラ、ティでも相手へのリスペクトも伝わってく、から、神奈川、50代、女性、バラエティで拝見する気も多く、舞台作品では初めて感激させていた。来ましたが、優しい雰囲気が、 終始ずっとたはまた生で感激したい俳優さんです。神奈川、30代、生など、演劇界、そしてバラエティの世界でも、行くことができない存在であることを示した。ためも役も優しい彼っていう位置づけで、ラ・ストーリーでそろそろブレイクしてほしい。なし、50代、女性、顔がとにかくタイプ。背も高いし、ラ・ストーリーにうってつけだと思う。死が、20代、女、と、 ストレートなラブストーリーの主役も急慣れていそうだ。5位に選ばれたのは、バンドを竜太。2023は、リバーサルオーケストラ、ネヌ TV、王様に捧ぐ薬指、TBS、ノーラに食べた。シーズン2、TX など連続ドラマにレギュラー、演したほか、映画も多数公開。かなり前の作品、ラミさせていただいていて、とにかく演技力、すごく、役柄によって、 人柄が全く違っていて、類役から暗い役、細かい部分までの表現力、すごく上手だからです。東京、20代、女性、もともと目視していた俳優さんではありますが、どんなでもこなせるんだなぁと2023年は感じることがかったので、神奈川、30代、女性と多数の作品でよ、目にする俳優として、近年認知度が高まっている様子、お芝居が 主演作も楽しみにしてます。愛知、50代、女性、存在感がある。脇役にしてお、のは、もったいない、東京、50代、女性、舞台出演と公や映画を控えており、今一番気になる俳優さ、です。神奈川、30代、女性と、メインの役でブレイク、ルッコトが期待されている。調査概要。 集計期間、2024。1月11日木曜日から1月16日。火曜日調査対象。合計1000名。自社。アンケーパネル。オリコンモニターリサーチ。会員10。50代並びに。デビューライン友達会員調査地域。全国庁。方法。インターネット調査調査機関。オリコン。モニターリサーチ NHK。 民放地上波の19時から22時に放送、死する連続ドラマに主演していない男性俳優が対象。過去5年、オラカニュー、デビュー調べの、ブレイクラキングトップ10内、ネクストブレイクランキング1位に、レゾれランクインしたことのない男性俳優、対象。